1874年の地図プラットフォームの先端から見た線路のリバ・パディントン駅あるいはロンドン・パディントン駅はイギリスの首都ロンドンのパディントン地区にあるナショナルレールとロンドン地下鉄の鉄道駅であるパディントン駅は1854年に開設された駅舎はイザムバード・キングダム・ブルネルにより設計されたそれを記念して駅のコンコースにはブルネルの像が置かれている 駅舎の細かな部分については、ブルネルの仲間であったマシュー・ディグビー・ワイアットによって設計されている。ホームの屋根は、連鉄の柱に支えられた3連のガラス屋根になっている。それぞれの屋根の幅は20.7メートル、31.2メートル、21.3メートルで、長さは213メートルある。1906年から1915年の間に、駅は拡張され、 北側に幅33メートルの4つ目のガラス屋根がそれ以前のものに並行して加えられた。ナショナルレールのパディントン駅は東端式の駅である。プラットフォームの先端部は急カーブしており、列車は車輪を軋しませながら出発する。ブリストル、バース、ウェールズ南部、コーマォール方面への長距離列車と、オックスフォードやロンドン西部への近郊路線を運行する。 グレートウェスタンレールウェイ及びヒースロー空港とを結ぶヒースローエクスプレスのターミナルである。2005年夏にイ、e、ーリングブロードウェイ駅などの途中駅を経由してヒースロー空港に向かうヒースローコネクトの運行が開始された。チルターンレールウェイズもわずか1往復ながら乗り入れている。ロンドン地下鉄のパディントン駅はハマースミスワンドシティ線、ディストリクト線、サークル線、 ベーカール線が乗り入れている。ハーマスミスシティ線のプラットフォームは、他の3線の駅とは、離れたナショナルレール駅の北側の地上部に位置している。熊野パディントンの銅像マイケル・ボンドの児童文学作品のキャラクター、熊野パディントンの名は、彼がパディントン駅で見つけられたことに由来する。現在、駅構内には、熊野パディントンの銅像がある。また、機関車。 トーマスの原作である、記者の絵本に登場するキャラクターである、機関車ダックは、12巻には、ゴードン、ロンドンへにおいて、以前は、パディントン駅で働いていたと語っている。なお、この話は映像化はされていないが、後の TV シリーズオリジナルエピソード、ザ・トーマスウェイでは、昔のパディントン駅で働くダックの写真が登場する。アガサクリスティのエルキュール・ポワロシリーズの、 プリマス駅急行列車では、犯行現場となるのが同駅発の列車である。ミスマープルシリーズのパディントン発4時50分でも、同駅発の列車が物語の舞台の一つとなっている。ロンドンバスの7、23、27、36、46、205、332、436と、深夜バスの N7、N205 が接続している。 ありがとうございます。